M23 サブシステム。M60D 機関銃の単装で UH-1DH の標準的ドアガンとなったドアガンは主として兵員の乗降や物資の積み下ろしを支援する目的で軍用輸送ヘリコプターの扉付近に装備される機関銃などの下記のことである。また、専属射撃手をドアガンラーと呼ぶ。ドアガンの起源は 大規模なヘリボーン作戦が行われた最初期の戦争であるベトナム戦争に遡る。ベトナムに派遣されたアメリカ陸軍の UH-34 及び UH-1 の防衛及び攻撃用武器としてバンジーコードで吊るし固定された M60 機関銃を搭載した。その位置がキャビンサイド、つまりドアの位置にあったためドアガンと呼ばれる。現在では 高船地域で行動する輸送ヘリコプターの自衛装備としてドアガンを取り付けることは一般的となった。CH-47 シリーズ、UH-60 シリーズ、CH-53 シリーズなどは設計上、両側のコックピット後方に大型の窓があり、そこに重火を介して機関銃を設置するのが一般的である。 後部ハッチを持つ機体の場合にはその付近に後ろ向きにドアガンを設置する場合もある。ドアガンに使用されている機関銃は M60 機関銃など中程度の火力を持つハム用機関銃が典型的であるが最近ではミニガンのような強力な火器を搭載することもある。ドアガンは操縦士以外の乗員が直接照準で射撃するもので操作は比較的容易である。 米軍ではドアガンナーを整備兵が兼務する場合が多い。ありがとうございます。